まあガソリンも40課税だしね、もう仕事しないでください、はっきり言うとね。あの40課税でね、あのトラックの運転手もね、時間制限で急がされてるんですよ。あんまいい仕事じゃないですよ、はっきり言うとね、うん、で白ナンバーが多いですよ、トラック不足と言いながらね。あのどう見ても白ナンバーが多いんですよ、緑ナンバー少ないもんね。どんどん白か、トラックの運転手はほとんど白ナンバーですよ、はっきり言うとね。バスは違うけど、そのあるね、まあそうね、スクールバスとか幼稚園バスは白ナンバーなんですよ。ということはね、あのバスはその運転手が持たないといけなくなっていくよね。そしたらね、やっぱ幼稚園の方がねおかしいんですよ、やっぱりそれは。で韓国、中国に働いてもらったらいい。日本はね、働く必要ない。あの日本人ばっかされてんだからね。BTS は韓国じゃない。ね、で、ね、日本のお金で、ビルボードのお金買ったんでしょ？ 1 位やって知ってるよ。だけど嘘じゃなかったんですよ、あれは。金で買ったんですよ、ビルボード1位ってね。日本のことばかしたじゃない。本当に。だけど日本の、ね、韓国の人だったら向こうに帰ってくださいだったらね。日本ビルボード、BTS を応援してるなんて、ね、ありえないですよ、あきれてね。日本のことバカしてたんだから、日本のことバカにしたやつが日本でライブするってありえないですよ。じゃあ帰ってくださいって言ったからね。その応援してる人もさ、韓国行けばだったら帰ればだって言ったからね。日本の合衆国に住むんじゃねえよって言ったからね。そのアパルトヘイトっていうやつは、韓国の人がさ日本のことバカしてもアパルトヘイトにならないんですよ。都合いいですよね。じゃあ日本の人もさ、韓国で中国バカすればいいじゃない。シナでしょあんたたちってね。シナって言うんですよ、 SAICNA って。あの石原慎太郎さんが言ってたけどね、シナが言うからだろうって、うん、シナが言うって自分で決めれない国滅ぶんですよ、はっきり言ってね。あの時ね、メディアで、ね、韓国だって知らんかったからね、電通とかね、あの石原慎太郎さんのことに、ね、悪く思ってたんですよ、民衝捜査ってやつね。そしたらね、あの人まともなこと言ってたじゃないって、ショート動画で上げてくれた方に、ね、感謝してますよ、私は。あの知らなかったんですよね、ずっと騙されてたね。あの人悪い人だと思ってたもん。鈴木宗男さんも正しかったしね。鈴木宗男さんはロシアのことを褒めてるじゃないですか。私もロシアのことを褒めてますもんね。あのロシアのこと喧嘩してるのはね、日本のフリーメイソンですからね。あのウクライナは悪魔ですから。悪魔だってウクライナの人、ウクライナの人をいじめてたんですからね。焼き印を入れたりね、子供食ってたりね。で地下でずっともう隠れてた人もいるんですよ、7年間。ウクライナの人は悪魔なんですよ。でウクライナの人がウクライナの人をいじめてたんですよね。でアメリカから作ったんですよ、ウクライナって国は。何でか戦争するためですよ。イスラエルとね、ウクライナはね、あの歴史は浅くてね、あれ戦争するために作られた国ですからね。アメリカが作ったんですよ、アメリカの戦争屋が作ったんだけど、ただね、日本のそのお金が入ってるんだよっていうこと。年金のお金でね、クラスター爆弾も開発したと言ったでしょ。安倍政権の時にちゃんと答弁あるんですよ、はっきり言うとね。みんな忘れてるだけなんですよ。若い人ならしょうがない、だけど大人はね、もっと知るべきですよ。何にも知らないでね、なんか選挙バカなことばっかり言ってるけどね。岸田がなんたらかんたら、岸田なんかやめたらどうでもいいんだよ、あれいないと一緒だからな。アメリカのバイデンだっておらんのに、バイデンがいないのにみんなバイデンで言う、バカじゃない、バイデンいるからってね。バイデン2019年死んでますって言うはっきり言うとね、もともといないんだから。まあ平成のね天皇とかね、あの令和の天皇もいないんですよ、本当はね。2021年だったからね、見たんですよ私だって、あれら。で変な作りなんですよ、ピラミッドみたいなね、葬儀会社、葬儀場所だったよ、知ってるよ。で中曽根康弘は 3回死んでますからね、はっきり言うとね。1回2回死んだんじゃない、あれ3回死んだんですよ、はっきり言うとね。で中曽根康弘死去ってあれ3回